私の方から1点発言をしたいと思います。現在の国会の状況と、野党の対応について、述べたいと思います。今の国会の状況というのは、一言で言って、政権によって、重要な公文書、資料、データがですね、隠蔽、捏造、改ざんされてきた。まさに異常事態が続いているというのが今の状況だと思います。で、このような隠蔽、捏造、改ざん、これがですね、森友問題、加計問題、日報問題、厚労省に関わる問題、ありとあらゆる問題で起こっているわけです。で、こういう状況をもってはですね、まともな国会審議をする土台が壊されていると、これが現状だと思います。政府が出してくる公文書あるいは資料、データ、これが虚偽のものであったら、一体どういうまともな審議ができるというのかという状況だと思います。で、野党6党が提起している4項目の要求というのは、この異常事態を打開する上での最小限の要求だと私は考えます。柳瀬氏の承認喚問をはじめとする4項目の要求、これは文字通り最小限の異常事態打開のための要求だと思います。それをですね、ゼロ回答という姿勢を続け、さらにですね、今日の議員委員会では明日の衆議院本会議で、働き方改革関連法案の審議入りを一方的に強行しようとしている、断じて認めるわけにいきません。こういう数の暴力で、この国会の審議が成り立たないような状況を自分で作り出しておいて、それに対する野党の異常事態打開のための提案にゼロ回答を続けておいて、そして一方的に重要な法案の審議をご了承する、これ断固として許すわけにいきません。国民に広くこの事態の不当性を訴え、そして野党6党結束してですね、この異常事態打開のために力を尽くしたいと思っております。私の方からは以上です。あとありましたらどうぞ。すいません、朝日新聞の方です。今お話があったその働き方改革の審議についてなんですけれども、はい、その抵抗するためにその厚生労働大臣のですね、不信任案の提出というのを選択したというのは、それについてはどうお考えになっているかということ、あとそのもし働き方が審議した場合には、どのように導入するかという点でのお考えをちょっとお伺いしたいんですけども、これは今問われているのは単に厚労省の厚労大臣の問題という以上の問題が問われているわけですよ。今先ほど言ったようなありとあらゆる問題で、行政府の、信頼が地に落ちている。で、行政府が内閣が国会を欺き続けるという事態が続き、そしてそれを打開しようという野党の要求に対して一切ゼロ回答が続くと、こういう状況になったんですよね。ですからね、これは個々の大臣の問題じゃないんです。まさに私たちが提案している全体の今の異常事態を打開するために必要な承認喚問も含めて、必要な手当を取って全体の海を出し切って、私たちとしてはですね、安倍政権を総辞職、打倒に追い込むという構えで戦っていきたいと思っております。そうするとですね、その一大臣の問題ではないとなると、その内閣に対する不信任ということは、その検討に値するんでしょうか。これは私たち内閣総辞職を求めます。
安倍政権打倒を求めていきたいと思います。でただこれはね、一連の疑惑不祥事、この事実関係、真相、責任、この徹底究明を通じてね、安倍政権の総辞職に追い込んでいくと、内閣打倒に追い込んでいくと、これは私たちの基本的立場です。おそらく野党の共通の立場でもなかろうかと思っております。で不信任という問題はこれはね、一つの戦術です。ですから安倍政権を不信任かどうかと聞かれたら、もうとっくに不信任の立場ですよ。私たちは信任せずという立場です。でこれまでも何度か信任案を提起してきましたから、ですからこの政治的立場も明瞭ですけども、この戦術をどうやって行使するかというのはね、これは一番効果的な状況の下で検討されるべきであってね、慎重な対応が必要だと思います。はい、どうぞ。内閣メンバーです。国家審議についてなんですが、共産党は従来国家審議には応じると、その与党の反応がいかにしても審議を尽くすという立場だったと思うんですが、今回は他の野党と足を並べて審議に応じないという姿勢を取っておりますが、その辺の私たちこれまでね、どんな場合でも国会の審議に応じるという態度を取ってきたわけじゃないんですよ。で与党の側、政権の側がですね、明らかなルール破りをする、国会のルール破りをするという事態の時にはね、審議の前提を、あるいは審議の土台を政権ごとの側が壊したということになりますから、そういう場合はね、審議に出ていくことが、行こうと思ってもできないという状況になったということで、審議に加らないという態度を取ったことは何度かあります。今はね、まさにそういう状況ですよ。それは極端にひどくなっている状況だと思います。先ほども言ったようにですね、政府が出してくる文章が信頼できないわけですよ。この文章は捏造した文章ですか、この文章は改ざんされた文章ですか、隠蔽がないのか、こういうことをね、いちいち確かめなかったらもう一歩も進まないでしょ。ですからこれまでこれだけ家計の問題あり、森友の問題あり、日本の問題あり、厚労省の問題あり、これだけね、そういうデータのに対する信頼を地に落とすようなことをやってきたわけだから、それをきちんと正常なものに戻さなかったら審議やりようがないじゃないですか。ですからね、まさにまともな審議の土台を政権与党が破壊していると、これは現状なんです。それを元に、少なくとも正常な段階に戻そうと言っているのが野党です。4項目の要求です。柳瀬さんの承認喚もはじめとするね、4項目の要求がまさに異常事態打開の要求なんですよ。それをね、拒否するという状況では、これね、審議やろうと思ったってね、審議の土台がない。その時には私たちこういう対応を当然取ります。断固として取ります。これまでもそういう局面ではそういう対応をしてきました。共産党がね、こういう対応するという場合はよほどのことなんです。何でもかんでも審議を出ないという態度を取ることはよくないということを、そういう態度をこれまで取ってきました。ですからよほどのことじゃないとね、こういうことはやらないんですが、よほどのことがもう二乗三乗になってるんですよ。同時多発でとんでもないことが起こってると。で今問題になってる森友問題にせよ、家計問題にせよ、日本問題にせよ、厚労省の問題にせよ、セクハラの問題にせよね、一つでもね、内閣が吹っ飛ぶような問題ですよ。それがね、同時多発で起こってる。でしかもその全体が、先ほど言ったように、政権が国会のまともな審議の条件を破壊しているという深刻な問題なんです。ですからそれを正常にしようという野党の要求は当たり前じゃないでしょうか。
はい、それに関連するかもしれないんですけど、その今日ですね、その予算委員会の方が騒々しいになっているかと思うんですけれども、その裏でですね、財務省のヒアリングが行われていて、一方の指摘の中で、その委員会に行って麻生さんに直接聞くっていうこともできるっていう、そういう指摘をされる方もいるんですが、それについてはどうお考えですか？今言ってる、ことが答えだと思いますよ。ですから、まともな国会の場でね、審議を行う、公式の審議を行う、そういう条件はないと思う考えています。委員長のこの長い政治経験の中で、こうしたこう国会の異常事態が続いている中で、与党がなかなか異常事態の打開に動こうとしないのは、どういうことだと分析されますか？まずこういう異常事態が、私も今年で25年になりますが、25年の体験の中で初めてですね、こんな異常事態がね、先ほど言ったような問題で同時多発で起こっているということはまず体験したことないです。それからやはり国会が不正常になってくる、あるいはこういう異常事態が生まれた場合は、それをこう正常に戻す責任というのは何よりも政権与党の側にあるわけですよ。政権与党が起こしたことでこういう異常事態が引き起こされているわけですから。で、これまでは何らかの形で野党の要求に答えると、あるいはですね、例えば議長の斡旋ということで事態を打開するという一定の対応が与党の側がされたと思いますね。そういうことはね、一切ねないというのは、これこの政権自体の行き詰まり、そして堕落、そしてやっぱり強権というものを示していると思います。何度もすいません、はい、どうぞ。今度昨日ですね、森山さん、森山委員長がですね、解散も選択肢、審議を出すのは解散も選択したというふうなこと、改めてこれについてのまとめとですね、またこの発言を受けてですね、二階幹事長を打ち消して、今日また予算委員会で総理がですね、完璧に解散を否定するという、このなんかこう、与党がその解散に関して、こう、ぶれてるというところの、その意図とか、あと、そういった思惑っていうことをですね、かなりこの短期間のブレブレなんですけれども、そういうことについてはどのように思いますでしょうか？解散というような重要な事態についてね、政府与党内でこれだけ混乱が起こるというのは、これは追い詰められているということの表れだと思いますね。で、今与党の側から出ている解散論というのは、要するに今の疑惑を全部、蓋をしてしまおうという疑惑隠しのための解散ですよ。で、これはとんでもないことでありまして、で、そういうやり方を去年9月にやったわけですよ。その結果はこれじゃないですか。ですからね、この疑惑の隠しのための解散、これはね、私たちとしてはもう絶対に論外の話だと考えています。で、こういう議論が出てくるのはね、本当に、そして、国対委員長がそういう発言をして、で、幹事長を打ち消して、で、官邸がいろいろと、それについてもまたいろんなものが出てくるというのは、解散というね、もうまさに最大の政治判断を要する問題で、これだけ政権与党がね、混乱をしているというのは、彼らが追い詰められている、そして、政権担当能力がいよいよなくなっているということを示していると思いますね。私たちとしては、先ほど言ったように真相解明を通じて総辞職に追い込むと、これで頑張りたいと思います。はい、民進党と希望の党の合流の不信党の政策案なんですけれども、安保法制の部分についてはこれどういう評価でしょうか？これはね、よくこれから相談して最終的に決めていくんでしょうから、注視したいと。で、ただ私たちとしてはね、野党共闘の一丁目一番地は
安保法制の廃止なんですよ。そして立憲主義の改革、ここから始まってます。そしてこれは2016年の、2月19日の当時の5野党党首会談での合意なんですね。その時には民進党でしたけども、民進党も含めた5野党の党首会談で安保法制の廃止、立憲主義の改革、これを合意事項として党首で合意してるんですね。ですからそういうことも含めてね、これがどういうふうになっていくのかということはよく注視していきたいと思います。ただですね、この合流の問題、いろいろ議論がされていて、でこれは他党の問題ですから、これ以上のコメントしませんが、今やってるね、野党6党での国会共闘、これはですね、その合流という事態があってもね、これは発展できると思いますし、ぜひ発展させたいと、しっかり結束を確かなものにし発展させていきたいと思っております。どうでしょうか、よろしいか。はい、どうもありがとうございました。